こんにちは、ゆうです。今日は皆さんの生まれ持った使命について見ていきたいと思います。はい、選択肢の方が A、B、C で用意しております。 A、ローズクォーツ、 B、レピドライト、 C、シトリンです。A、B、C でお選びください。はい、それでは A のローズクォーツをお選びの皆様の、生まれ持った使命を見ていきたいと思います。はい、あなたは何のためにこの地球に生まれてきたのか、何をするために生まれてきたのか見ていきます。使命ですね。はい、いいですね。エンペラー、何かこう世界を変える、なんか秩序を変える、自分の力を持って、皆のためにやっていくみたいな感じですかね。リーダーですね。ローズクォーツなのになんかすごいな。女性にね、人気な女性性がなんとかっていう日なんですけど、使命の方で男性性の強いカードが出ました。いいですね。そう、あのとってもやる気に溢れてらっしゃる方だと思うんですね。やらねばならないみたいな、なんでこんなに自分はやらなくちゃって思ってしまうんだろうみたいなのって、そういうのを生まれる前にこうするためにここに来ます、行きますみたいなのを選んで来られた方なんですね、 A さんは。で、そんな A さんの情熱や愛ですね、攻める、熱量になるもの、情熱、はい、自分のやりたいと思ったこと、その衝動だったり心の中に、ある気持ち、そのまんまやりたいことはやる、そしてやっていって最高になれるみたいな、とっても楽しく、生きてらっしゃる方なんですかね。なんか好きなことで生きていくみたいな、YouTuber の方だったりとか、歌手になったりとか、アーティスト活動してますだったりとか、自分自身でやりたいと思っていることをして成功していける方、なんですね。素敵ですね。で、そんな A さんの、理解、試練、何を、受け入れていくべきなのか、何を受け入れ安い方なのか、見ていきます。自分の、内に秘めているものに対してすごく理解がある。だからもう本当に、自分で事業をやっていくみたいな方って感じがすごいしますね。やりたいことをやる。で、そのやりたいことって何だろうみたいな、常にその、ちゃんと自分自身の心の声を聞いていっていける。だから使命に沿って、うまく生きていける方なので、結構人生が、うまいこと進んでいく、いっている方なのかなっていう感じがします。はい。で、そんな A さんの武器になるものですね。特技、なんて言うんだろう、そういう自分の武器になるもの。はい。なるほど。もう刺激的なものが大好きなんですね。だから、変な人と関わりたくなってしまったりとか、人が手を出さないような、事柄だったり、そんなやばいもんに手出したらやばいよみたいなんとか、ね、そんな、ことしたら、危ないよみたいなことに対しても、
そう攻めていけちゃう。なそれをそのうまく使っている方、うん、そうすごいな。なんか衝動的にやっていけて、武器が悪魔なので、なんか、結構理解されないことは多い方なのかもしれないですね。だけれども自分自身はすごくうまくいってるし、分かってくれる方ももちろんいるみたいなね、うん、でもちょっとやっぱり理解されないところは悲しいなとは思ってるんですよね。こんなに私はうまくいってるのになんでみんなそんなこと言うのみたいなうまくやってるんだよみたいな、最高だよみたいなね感じなのかもしれないですね。はい、でそんな A さんの障害となるものですね。うん、ほう、やっぱりその周りの人に理解されないこと、うん、自分自身はこんなに豊かなんですけどねみたいな、あの、うん、なぜか理解されない、なんでみたいな、もうこんなに最高で、うん、十分問題もないのに何をみんなそんなに批判するんですかみたいな、うん、ところがあるのですかね。でまあそれもありますし、人に、与えすぎてしまう場合もあるのかな。なんか自分自身がうまくやっていけてしまうので、あの人に対しても与えすぎちゃったりとか、あの愛を持ちすぎてしまってちょっとうまくいかないみたいなこともあったりとかするんですかね。なんかすごいな、愛にあふれている方でもあの理解されにくいみたいなね、面白いですね。で A さんの、この現世に来るまで、もうなんだろう、あのピュアなあなた自身っていうものを見ていきます。はい、お常に生まれ変われるんですかね、進化していく、順応性が高いのかな、何でも吸収したいみたいな、すごいな、何度だってやり直してみせるみたいな、自分が納得できるまで何度だってみたいな、そういう、根性があるのかもしれないですね。だから、いろんなことを恐れずにやっていける、もう、そうなれるぐらいの、あなたの、魂が、あるみたいなところなんですかね。はい、でそんな A さんの、自信のありか情熱、なんでこんなにやる気になっていけるのか、どういう影響があるのかですね。やっぱりもう、そこに成功があれば掴むのみみたいな、はい、見えたらすぐ掴んでやるぜみたいな、見えるんだよねみたいな、もうそこにあることが分かるんだからじゃあやりますみたいな、ベールがかかってたりするものって普通、いやこうね、カーテンの裏に、すごいね、自分の好みの何かが見える、でもそれをパッて開けたら、なんかすごい、なんだろう、怪物だったみたいな、自分を襲ってくるものかもしれないみたいな、そういう風に考えちゃうんですよね、人間っていうのは。あの危機管理能力っていう、そういうあれがあるから勝手にそう思っちゃうんですけど、 A さんはもうそれが、そう自分にとって素敵なものだって思うんだったらもうそれだって信じて疑わないみたいなね、すごい、あのそういうことを分かっているから、いろんなことに対して恐れずに進んでいけるのかなっていう感じがします。で、A さんの栄光、恐れ、これを掴むのがちょっとまだ怖いみたいなことですかね。あ
まりにも自分自身を知りすぎているっていうか、うまくいきすぎていることに対して、やっぱりそれなりに人間ではあるので、やっぱりまだまだ、普通の人では、計り知れないほど深い深い内側の方で恐れている自分自身に、そう、もっと本当は、周りに対して愛を与えたいし、いろいろ行動していきたいし、自分自身を表現したいんだけれども、やっぱりね、今現状的にもう理解されないことってあるじゃないですか。だからもっともっと深い深い自分の内なる強さの自分が、自分自身を守っている状態っていう感じなんですかね。だからね、すごい壮大なこと、本当に、なんだろう、総理大臣っていうんかな、その世界的な革命家みたいなことになりそう、世界を救う何かになるレベルで結構強い人なんですよね。だけどもそれをするにあたって、そこまでの力がまだ備わってないんだろうなっていうこと、できる自信はあるんだけど、それに至る、のが怖い、そう、普通にやばそうだから、まだやめておこうみたいな、自分の奥の奥が言っているみたいな感じですかね。はい、でそんな A さんの、完成した魂、完成図ですね、どんなものなのか見ていきます。ほう、本当に生まれ、自分自身が、常に生まれ変わっているということを理解しているわけなんですね。常に変化していることを分かっていて、何度だってやり直していくことを、ちゃんと分かってる。だからそれについて結構悲しかったり辛かったりすることもあるんだけど、それを踏まえて、私の人生、私の魂が完成、するにあたって必要なプロセスであったみたいなそう、すごく完成された魂ですね、 A さんは。だからここに至るまで本当に本当に大変な苦労をたくさんされただろうし、いろんな大きな決断をされただろうし、めっちゃ、今後の世界の未来に、影響を与える方なのではないだろうかという感じがします。頑張ってください。でそんな A さん、今の状態ですね、今の状態どんなものなのか見ていきます。はい、とてもいい状況ではありますね。ただ本当にもっと、なんだろう、見直すバランスをね、もっと調べ、自分自身を調べなさいっていうことですかね。やっぱその、恐れていること、まだ自分の力では及ばないんじゃないかって思っていること、もう少し考え直すっていうか、これは難しいですな。深読みはしないこと。順調に進めていくこと。そう、まだ、なんか腑に落ちないことがあると思っているのであれば、腑に落とせるぐらい、もう一度調べ直してみましょうっていう感じですね。
はい、現状それを、うん、分かっているから今ちょっとモヤっとしてしまっているっていう感じですかね。うん、でそんな A さんが選択いただいたこのローズクォーズですね。ローズクォーズからメッセージをいただいていきます。 Take care of your heart。 おー、やっぱり自分自身の心、あなたの心の声すごく聞ける方なんですよ。でも何でもかんでも聞いてしまってもいけないし、自分自身でできるからって何でもかんでもやってもいけないし、もっと、気をつけてあげる、自分には可能性があるからと言って心臓が止まりそうなほどマラソンをするわけにはいかないですよね。なんかそんな感じでもうちょっと気をつけてあげてみたいな。うん。私体壊さないからずっとジャンクフードでもいいんだとかでもなく、ちょっとだけ改めて、うん、テイクケア気をつけてあげてみたいな感じですね。うん。でこれは本当にそう、すごく愛の恋愛のね、意思でよく紹介されるんですけど、本当に愛なんですよ。うん。でも、他者への愛ではなくて、もっともっと自分自身に自分が愛を注いでいくことを、伝えてくれているのかなという感じですね。で、ローズクォーツは癒しのエネルギーもあるんですね。うん。なので、まあ、ローズクォーツ結構ね、普及されてるので、身につけていただいてもいいと思いますし、気になるなっていう方は、ローズクォーツ、意味で調べてもらったら、うん、そういうのを参考にしてもらったらいいのかなっていう感じがします。はい。そう、もっともっと自分に愛を注いでくださいって、自分ばっかりこんなに幸せでいいんですかみたいなね、うまくいきすぎてしまってみたいなあると思うんですけど、まだまだあなた自身があなたに愛を注いでいいんですって、もっと壮大なことをやらねばならぬので、そんなところで満足してはいけませんよって感じですね。うん、素晴らしい武器もお持ちなので、人には扱えないようなものを扱えているので、はい、これからもぜひ今抱いている気持ちっていうのを、はい、負けずに頑張ってください。では A さんのリーディングは以上です。それでは、B のレピドライトをお選びの皆さんの、魂の生まれ持った使命ですね、見ていきたいと思います。では、B さんの使命、何のためにここに生まれてきたのか、何を選択して目標として生まれてきたのか見ていきます。乗り越えるためのもの、うん、を学びに来ている、今までなんか結構報われないこととかいろいろあったと思うんですね。うん。でもそれってあなたに必要のないことだったから報われなかった。それをあなたがする必要はないよっていうことを教えてくれていたわけなんですね。で、そういうことに気づいてきたあなたは、今世では、ね、まだまだあなた自身生まれ持ったものなので、周りの人にねすごく影響されるっていうのあると思うんですよ、周りに。で、それって本当は必要のないことの方が多いんですよ。自分自身の意思で、この足で歩んでいく、そう、乗り越えていく、この世の中と自分自身の意思を適合させていく、そういうことを学びにいらっしゃったってことですね。なあ、学び途中って感じですね、 B さんは。はい。
そう。だから、あの、楽しみに来ているわけですよね、もっともっと。うん。で、みーさんの、愛、情熱ですね。そう、やる気になること。うん。何をしようと、何をできるのか。うん。はい。ハーミット。乗り越えるためのもの、うん、を学びに来ている。今までなんか結構報われないこととかいろいろあったと思うんですね。うん、でもそれって、あなたに必要のないことだったから報われなかった。それをあなたがする必要はないよっていうことを教えてくれていたわけなんですね。で、そういうことに気づいてきたあなたは、今世では、ね、まだまだあなた自身生まれ持ったものなので、周りの人にね、すごく影響されるっていうのあると思うんですよ、周りに。で、それって、本当は必要のないことの方が多いんですよ。自分自身の意思で、この足で歩んでいく、そう、乗り越えていく、この世の中と自分自身の意思を適合させていく、そういうことを学びにいらっしゃったってことですね。なお、学び途中って感じですね、 B さんは。はい。そう、だから楽しみに来ているわけですよね、もっともっと。で、みーさんの、愛、情熱ですね。そう、やる気になること、何をしようと、何をできるのか。はい。ハーミット、情熱、そうだな。なんかね、今まで周りにこう自分を抑えられていたみたいな。なので自分自身のこの気持ちだったりとか夢や希望っていうものっていらないものなんじゃないとか、なんか良くなっていくことってダメなことなんじゃないかみたいなね、そういう気持ちが前面に出てきてしまう。それが自分のため、周りのためだとちょっと思っている状態なんですよね。だからまだ前世でクリアしなくてはいけなかったことがまだまだ残っている状態なのかもしれないですね。そうね、楽しようとしてますみたいな。今の自分自身の、はい、感じは、はい。で、そんな A さんの試練となるもの、はい、ですね、試練、はい。そう、やっぱりちゃんと自分の意思を、理解すること、手なずけていくこと、周りがこうやって言ったからもういいんですよねみたいな、その方が楽だし、まあいっかみたいな、だから自分自身の気持ちを檻に閉じ込めてしまってみたいな。でもね、その閉じ込めてるものって結構壮大だから、壊れたらどうしようとかたまに思い出してしまうみたいなね、どうしてもどうしても。で、それで結構こう葛藤になることはあるんじゃないですかね。だから周りの意見を聞いておけば楽だからそうしておこうって思ってても、その自分が閉じ込めた、自分、強い自分自身っていうのがこう言ってくるんですよ、おいおいみたいな、内側から。だから
その狭間で揺れていて、うん、なんかこんなんじゃダメだよなみたいなになってしまうみたいなね、うん、そう、もっと本当は自分と向き合って、その自分が檻に隠してしまったものをリラックスさせて落ち着かせていけなくちゃいけない、なんならそれを、自分で手なずけてね、あのペットみたいにね、うん、こう愛を持ってやった方がいいじゃないですか。檻にずっと閉じ込めておいてね、あの狭い檻で、あとはずっとここにじっとしてなさいじゃなくて、一緒に本当は歩んでいける方がいいに越したことはないんですけど、ちょっとそういう状態の B さんがいるんですかね、うん、で、そんな B さんの武器、あなたの武器となるものですね、うん、そう、あのうまくやっていけばね、そうやって人に合わせていける能力っていうのって結構すごい素敵なことなんですよね、本当はね、うん、でもあの自分の意見とその人の聞く意見とっていう対立してしまっている状態だったら嘘ついてることになるんですよ。せっかく人に合わせていけるっていう能力なのにみたいな。だからあの自分自身はそのね、本質的に人に合わせていけるっていうことで合わせていってるのに、なんかあのあんまりうまくいかないみたいな喧嘩しちゃうみたいなね、うん、なんかあの良かれと思ってやったことが全部裏目に出ちゃうみたいなね、うん、私はあなたのため思ってたのにみたいな、うん、まあそれははい、ね、素敵なことなんで自分自身しっかりと、そう磨いていったらいいんですよね、うん、まあ、いい剣を持っているにもかかわらずあのサビサビみたいな、そういう感じなんですよ、うん、いいものなのにちゃんとお手入れをしていない状態みたいな B さんですね、はい、で、その B さんの障害となっているものですね、見ていきます。うん、そう、不安、スピリチュアルっていうかそのちょっと幻想的なこと、うん、が好きな方が多いのかもしれないですね、そうだから知識はあるんだけど、あのこういう宇宙の法則だったりとかね、どうやっていったらうまくいくかっていうことは分かっているんですけれども、そう分かっているから頭で考えるだけになってしまっているみたいな、あのただの妄想で終わる人みたいなね、うん、そう現実味が乏しいんですよ。で実際何にも行動に移せてなかったり、その想像で終わってしまうのでね、だからあ何みたいな、なあのこの人何みたいなね、周りになってしまう、そうそんな感じですね、うん、はいね、自分自身も何も進まないみたいな、そう感じなんですよね。なんでだろうみたいな、なんでこんなに思ってるのにうまくいかないんだろうって、自分がね何もしてない状態なんですよ、うん、そう想像で終わらせないようにしてみてください。でそんな B さんの、心ですね、今までの、魂のどんな、ピュアな B さんの魂というものですね、うん、本当にすごく、ピュアな方なんですね。キラキラしてて、だからあのそれいいな、あれいいな、これいいなみたいなね、うん、とても素敵な魂をお持ちなんですよ。ただ汚れてしまっている、とても、うん、人にね影響されすぎてみたいな、だから自分自身の魂が汚れている、うん、状態でも本当はなぜ汚れるかって、自分もともとがピュアだからみたいな、
ね、真っ白なところだったらどんな色もついちゃうじゃないですか。うん、それをちゃんとね、お掃除だったりお手入れだったりしていればピュアなままなのに、なんかいろんな色をつけすぎてしまってもうぐっちゃぐちゃになってて、本来あなたはすごく綺麗な方なのに、今の状態だったらすごく、ね、何色みたいななんかすごいドブみたいな色になってますよみたいな状態。うん、だから綺麗にお手入れする必要があるみたいな感じが見えますね。うん、そう、あなたはピュアなんですよ、とっても。はい。で、そんな B さんの自信のありか、情熱ですね、なぜあなたを奮い立たせるのか。はい。うん、もう、やらなくてはいけないということを分かっている。そう、何度やっても同じ結果になってしまうとか、うまくいかないだったりとか、どうしてこんなに大変なんだろうって、やっぱりもう頑張っていくっていう選択しか残らないぐらいね、結構こう何もせずに、うん、進めてきた方なのかなっていう感じがします。うん、そう、流れに身を任せすぎてしまって、やらねばならぬことをできていなかった。そう、それで、何も起きないっていうことに気づいてしまったので、やっとこさやらんといかんのかみたいな、思い越しを上げねばならんのかっていうぐらいのところに来たから、その自信に変わっていく、やらねばみたいなことに変わっていったって感じですね。はい。で、そんな B さんの栄光や恐れ、うん、本当に多分才能っていうか力がある方なんですよね。うん、だからいろんな、そう、宇宙の摂理を知っている、宇宙の法則、うん、この世のいろいろなことを知っているからこそ、こうなったらこうなる、ああなったらこうなるみたいなのを頭で理解してしまって、でも実際、ね、こうだって言われていることであっても、最近って結構やってみたらこんな結果になりました、あんな結果になりましたみたいなことって多いじゃないですか。うん、なのでね、結構決まっているっていうか、そのね、もう大体こんなもんだろうみたいなことっていうのって、うん、もう変わってきてるんでそう、そう、想像がそのまま、うん、自分が今まで蓄えてきた知恵で、こうなるからこれはやらない方がいいんじゃないか、これしたらこうなるからやめておこうかな、じゃなくって、そう、それに恐れすぎている。うん、そう、だから本当は自分自身で、うまく全部やっていけるっていうことが分かっているから、最後まで想像するわけなんですよ、結末まで。うん、で、想像した結果そこになるのは嫌だから、もうそのプロセス全部ぶっ飛ばして、今この時点でもう何もしないみたいなね。うん、でも、そこに至るまでも、その目標を設定しても、この 1段階目の選択肢でこっちを選ぶ、こっちを選ぶってあったとして、こうまた、分かれていうわけなんですよ。ここに目的地がここに目的地があったとしても、こうなって、で次はこうなって、こうなって、こっちもこうなって、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 ここにたどり着くみたいなね、可能性は無限大なので、ちょっとその辺が頭が固いんでしょうね。もうワンルートしか見えていないみたいな。うん、それは知識があるから、うん、想像力が豊かだから、逆にちょっとそれでカチカチになってしまう、
状態があるのかもしれないですね。で、そんな B さんの、今までの、今までから、魂の完成図、はい、今までで完成したあなたの魂の図ですね。うん、のはやっぱりね、あのやるのがめんどくさいんですよね。でもできることを知っているからなんか偉そうなんですよ。俺は本当はできるんだけどなみたいな、でもやってないから一緒じゃねみたいなことを、そういう魂になってしまった。そう、この世界では経験が全てなんですよ。だからあの魂だけの問題だったら、その想像っていうか全てのことを理解することっていうのはできるんだけれども、あのね、な知識は全部持ってきているんだけれども、ここで経験をしていないから、なんかあの傲慢な人にしか見えないみたいな、あの知ったかぶりみたいな、でもやってないじゃんみたいなね、この世界ではそう見えてしまっていますよっていうことですね。そう、なるほどな、はい。あのほんまにいいことなんですよ、全てを知っているっていうのって。あと経験するだけですよ本当にっていう、今はなんかあの傲慢な人に見えてしまうかもしれないけど、それに伴う経験をあなたが積めば超超超すごい人になるっていうわけなんですよ、このねエンペラーが出てるんで。経験が足りていない、それただそれだけみたいなね。そう、現実化することだけみたいな感じです。で、そんな、B さんの今の状態見ていきます。はい、やっぱりそうですよね。やろうと思っても、ね、なんかいろんな可能性があることを自分自身に分かっているんだけれども、やっぱりそのね、どこで教えてもらったのか分からないけれども、こうなっていく、こうである、こうすればこうだからこうなるんだみたいなこと、を前提に置いてしまって、自分自身の本能、自分の才能を信じられていないみたいな、そう、それを理解するのが難しい。で、そう、一個のルートだけしか、ね、誰かに教えてもらったみたいな一個のルートだけで、その他の選択肢を、だから経験がしたことないで他の選択肢が生まれていくっていうことを怖がっているんですよ。そうね、だからそのニーズに合わせて、時と場合に合わせてやっていかないと、ずっとこれはこうだからっていうことでやっていくと本当に、怪我してしまう、無謀なんですよね。状況や空気を読むこと。そんな感じですね。本当に、柔軟にやっていくべきでありますよってことですね。そのためにあなたは来たんでしょっていうこと。自分の足で歩いていくことを、するためにここに来たのに、なんでまだその、ね、知識だけで、やったつもりになっているのだいという魂、ご自身の魂ね、から言われているんですよね。ちゃんと自分自身をお手入れする、そして、実現化していく、具現化していく、そんな感じですね。で、選択いただいたこちら B さんのリピドライトから、いただいていきます。Enter your chill zone。 そう、 Enter your chill zone。 あなたは落ち着くところに突入させる。そう、落ち着く場所に突入させる、馴染む場所、なんかあの
よみたいな、よ友達よみたいな、そういうすごい、リラックスした状態でやっていけるところに、あなた自身を置く。そうだから檻に閉じ込めたりとかね、うん、なんか全然心が休まらない、ずっと緊張した状態だったりとか、うん、そういうんじゃなくて、あなた自身をもっともっと、うん、落ち着くところに持っていきましょうってことですね。はい、そう、入場すればいいんですよ、エンター。はいね、レピドライト、はい、レピドライトですね。ちょっと見てみます。レピドライト、鱗と言われるもの、うん、ギリシャ語でレピドライト、初めて見ましたね。石言葉、変革、調整、安眠、癒し、やっぱり癒しですよね、うん、そう、調整、眠らせること、うん、なんかカレーでもね、何日か後かの方が美味しくなるみたいなね、好みあると思うんですけど、言われるようにちょっと眠らせる、その味の調整をして、でもっとその素材同士が、うまく合わさって眠らせて、そう勝手に合わさっていく、調整されていくことを、うん、するべきであるみたいなね、うん、そう、Bさんの中にはなんか異物と異物として何かいろんなものが、存在している、カチカチのもの同士が存在していて、常に摩擦が起こってるみたいな感じが、しますね。うん、まあ挑戦していきたい、一歩踏み出せない、うん、そう、それはなんか今まで積み上げてきたこだわりとか、うん、だからそれが足かせになっているんですね。だからその足かせは捨ててもいいんじゃないでしょうかみたいなね、うん、今まで積み上げてきたけれどもみたいな、でも別にそれを荷物として持たなくても全然あなたの経験にはなってるので、なくなることはないんで大丈夫ですよって、うん、はい。で、レピードライトを、身につけていただくと、うん、そう、今までありえない、今まででは考えられないほどのスピードで飛躍をできるぐらい、その緊張や不安とか、うん、なく、そう、空気を読んだり流れに身を任せるっていうことができていくのかなっていう感じがしますね。はい、なので気になる方は、レピドライトの方をご検索いただいてはいかがでしょうか。では、B さんのリーディングは以上です。ありがとうございます。はい、それでは C の、シトリンをお選びの C さん見ていきたいと思います。はい、 C さんの、生まれ持った使命ですね。何のために、ここに、来たのかというところですね、目標。はい、うん、なるほど。 C さんは、自分自身をもっともっと信じていけるようになるために、うん、いろんな経験をして自分自身をもっと、コントロール、うん、そう、なんだろう、コントロールっていう言い方はあれだな、なんかうまくやっていく、自分自身とうまくやっていくために、うん、もっと、愛にあふれるために、うん、そう、いろんな自分の才能によって人から信頼を得たり、そして愛を与えたり、でいろんなことを実行していく力を身につけるために今頑張っていらっしゃるということですね。そのためにここに来たって感じですね。でそんな C さんの、情熱、愛ですね、うん、なぜそれをするのか、うん、不安に打ち勝つためですね、うん、そう、
なんか、C さん、大きな目標、自分のためだけじゃないんですよね。宇宙規模、宇宙規模で、全天体が、あるべき姿に戻れるようにみたいな、エネルギー体が、そんな感じですね。みんながみんな、あるべき姿、正しい活動、の位置に戻れるように、していきたいと願っているみたいなね。今の世の中って結構混沌じゃないですか。そういうのを、なくしていきたい、減らしていきたいという感じですね。はい。で、そんな C さんの試練となるもの。はい。よく感じるものですね。今、C さんが受け入れるべきは、自立、自己創造。自分自身の個性を伸ばすこと、夢を、叶え、夢を見続ける。自分の中の強い夢を、具現化していくこと。だから、うちに秘めているものを、もっと自分で受け入れること。こんなことをしても仕方ないんじゃないだろうかじゃなくてね、結構多分ね、壮大な感じがしたんで、そう、それを受け入れるのって結構大変なんですよ。普通に生きていったら、何のためにここに来たのかなんか忘れるじゃないですか。普通に生きていれば、普通に人間として生きていこうとしていたら、そう、びっくりしちゃうんですよね。え、自分ってこんなにどでかいことが望んでいたわけみたいな、したかったわけみたいなその辺をもうちょっとね、自分で受け止めてもらって、はい、もらう必要があるのかなっていう感じですね。で、そんな C さんの持っている武器ですね。はい。ほう。そう、なんか壮大なものを持っているから信じるのが難しい状態。超をうまく生きていけるスキルを多分持ってるんですよね。でも、隠してますってこと、それを信じられない。それを使うことによって、進んでいくことが怖いみたいな。そう、スーパーヒーロー枠の C さんスーパーパワーをお持ちの C さん。そう。だから超能力だったりとかって、誰しも少なからず持ってるんですけど、あまりにも持ってると、なんか変なやつ扱いされるじゃないですか。そんな感じで、ちょっと、隠してますみたいな感じ。だけど、それが武器だっていうことを、教えてくれています。はい。で、そんな C さんの障害となっているものを見ていきます。はい。やっぱりそうですね、宝の持ち腐れをしていることがバレています。はい。だから、なんでこの人をやればできるのにやってくれないんだろうだったりとか、なんでしないのみたいな。何なみたいな。そう。ね、やればできることを知っているのに、やらないやつみたいなね。そういう感じになってしまっていますみたいな。そう。ね、もったいないのよ。C さんもったいないのよ。ね、はい。持ち腐れせずに、やれば全てがうまくいくんだけれどもみたいなね。ちょっと傲慢になってしまっております。はい。ね、裏目に出ちゃうわけなんですよね、いろいろとね自分で自分を押さえつけたりとかしたら、そう、何やってくれてんのっていう感じに、ね、なっちゃうわけなんですよね。難しい話ですけど、はい。で、そんな、C さんの、ピュアな魂、あなたの心はどんなものなのか、はい、見ていきます。はい。
なるほど。変わりたい、変わりたい、もっともっと進化したい、はい、何でもできることを自分自身で自覚しているから、本当はこの力を使いたいし、やっていきたい、もうね、だずっと多分聞かないようにしてたっていうか、隠してた、直してたみたいなね、そう隠してたけど、ずっとずっとあなたの心はあなたに訴えかけてくれていたわけなんですよね。受け入れて私自身のことをみたいな、自分のことを受け入れてって話聞いてみたいな言ってくれてた感じですね。だからなんかインナーチャイルド系なのかな。そう、幼き自分が、常に存在していたみたいなね。そう、それを癒していかないといけないかもしれないですね。で、そんなシンさんの、情熱、自信のありかですね。直感力がやっぱすごいんでしょうね。だからあ、これこの方がいいかもとかって思ったことって大体正しいみたいな、うまくいくみたいなね。もうそれがもうかなりすごい魔法使いなレベルのところまで行ってるのかもしれないですね。そうだから人には言えないけど、なんかみんなには聞こえない声が聞こえて、こうした方がいいよっていつも言ってくれてるんだよねみたいなそう、でもそれで、自分自身も助けていけるし、周りのことにも周りの方にも影響していけるし、そう伝えていくべきなんだろうなっていうことを、気づいてきた、なんか自分のことばかりになっていたけれども、自分のような過去の自分のような方を見つけたりとかすると、やっぱり助けてあげたいなって思うみたいなね。それってやっぱり自分自身のそのね、自分のインナーチャイルドもそうなんですけど、そう助けるべきものがあったんだみたいなね、ピンときてしまったみたいなね。それでやっぱやる気が返ってきたみたいなね、感じなんですかね。で、C さんの栄光、恐れですね。ほうなんか壮大な力を持っているので、それを使った先にね、こう皆から非難されてしまうんじゃないだろうかとか、やっぱやらなくちゃ よかったよみたいな、こんな力使うんじゃなかったよみたいなことを、想像してしまったり、やろうと思っていることをもう先になんかダメな結果を想像してしまって、もうこんなことしたらあんな風になって、こんな風になってダメなんじゃないだろうかみたいなね、結構そういうあなた自身が何でもかんでもうまくできるからこそ、そういう考えがね生まれてきちゃうみたいなね。そうね、うまくやっていったらうまくいきすぎてしまうから、目をつけられてしまうかもしれない。目をつけられないために節度を守るみたいなね。自分で自分を制御してるみたいな。そう、もったいないんですよCさん、いつもいつも本当にね。でもね、勝手に自分自身でもうみたいな落胆してるだけで、実際何にもなってないですよねって。まだあなたがそれを恐れているだけで、やってみてないですよねみたいなことなんですよね。はい。で、そんな C さんの、これまでの、魂の完成図ですね、見ていきます。はい。いいんじゃないですか。そう、すごく人に恵まれている方なんですね。そう、愛されるべき方、
うん、そして周りを愛していける方、うん、いいな。そう、とってもとっても愛って大事なんだなって分かってて、うん、うん、それによってどれだけ幸せになって楽しくて、美しいものなのか、うん、そう、魂は知っているんですよね。うん、そうだけれども、壮大な自分自身をまだ愛せていないことに対して、うん、困っている状態なんですよね。そう、そんな自分も愛してしまえば、うまくいくことを分かっているわけなんですよね。そうで、そんな自分がいるからこそ周りに、とっても愛されるっていうことも、ちゃんと理解していかなくてはいけないということ。そう、深く考えてはいけませんよってことですね。なんかあだこうだってやっぱ考えちゃうんですよね。でも愛ですよ。愛さえあればもう、愛のある考えでね、軸にしていっていただけたらいいんですよ。もう愛されるべき存在で、最高な C さんなのでね。はい、ね、そんな C さんの現状を見ていきます。お、いいですね。もう進むべき道が分かっている、もう明るい未来、希望しかないことが分かっている。そういいですね。明るい希望があるからこそ自分でいろんなリスク、デメリットの方を、検索してしまうわけなんですよね。考えてしまう、それはね、代償として必要だって思っているのかもしれないんですけど、大丈夫なんですよ。もうあなたは価値があるんですよ。全然それを受け取っていいね。あんまり不安にならずに、あなたが愛している人に対してしているように、あなた自身も愛してあげてください。だからね、自分の大切な人に対してなんか代償をもらうよみたいな、私これしてあげるけどこんだけ返してねなんて思わないじゃないですか。あなたのことを愛しているから、できうる限りのことはしたいと思っていますってやっぱ思うんじゃないですか。それを自分自身にも、分からせる。なんか自分なんかじゃなくてね、自分自身も愛してください。はい、で、選択カードシトリンの、シトリンからメッセージをいただいていきます。 Manifest your masterpiece。 あなたの傑作を表明するマニフェスト。なんか私はこんなに素晴らしいんですみたいなことを言うべきなんですよね。知るべき、表明する、伝えていっていい、もっと言って大丈夫ってことですね。今までね、そう隠してきはった方が多いと思うんですけど、全然面白いですね。表明しろってことなんですよ。で、シトリンの意味を見ていきたいと思います。検索で見ていきます。でもなんかもうすでに、商売繁盛、富、幸運ね。だからその力を、隠さずにやっていったらもう富で溢れてしまう。だから怖いっていうのはもちろんあるんですよ。すごい慎重っていうか、もうお利口さんなんですよ、 C さんは。本当に本当にお利口さんすぎる。もっと受け取っていいんですよ。だからそのなんか壁が生じたら、やっぱりこれは危なかった、危険だって言ってすぐ撤退する、そのね、あると思うんです、その守りの方がね。だからそれをあんまり不安と捉えずに克服する勇気や知恵を与えてくれる石みたいですね。太陽エネルギー。だから多分今シトリンとか、身につけていただいたら、とてもとってもあなたにもっと希望や勇気、進む力をくれるって感じですね。そうそうね。
なんかやっぱりすごい力を持っているからこそ、周りにね、あなたはダメとか、あなたは無理なんだよとか、できないんだよみたいな、そういう洗脳を受けてたと思うんですよ。うん、そう、本当にできない人に対してできないなんて言ったらややこしいから言わないんですよね。うん、勇気づけるはずなんですよ本当は。何にもできない子に対して本当にあなたはできないみたいな言わないんですよ。できるって分かってるからこそ、なんかそういう風に言っちゃう。なんか変な引き寄せの法則になってしまってるみたいな感じなんですかね。うん、そう、おかしな洗脳を受けている、ね、今までのそのね、世の中だったらあなたのその力が、表に出ていくことが怖かったから、そういう風な教育、洗脳を受けていたわけなんですよね。うん、でももう、自分の自身をしっかりと持って前進するための努力を続けれるように勇気づけてサポートしてくれるシトリンです。はい、シトリンは結構ちょっとお高いのかな。うん、だけれども普及されているものですし、うん、まあ全体的にそう繁栄的な感じなんで、この世の中的にも社会で生きていくのにも助かっていくかなって思うので、うん、よかったら、はい、調べてみてください。幸運の石なのでね。で、11月の誕生石なんだね。うん、いいですね。だ、本当に結構その辺で扱われているのかなって感じですね。うん、はい、では C さんのリーディングは以上でございます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、それでは、皆様の生まれ持った使命を、今回はですね見ていきました。はい、そう、なぜ生まれたのか、なぜここに来たのかって、そういう風に考えることって結構難しいと思いますし、それを探すために生きているっていうのもあると思うんですけど、そう、まあ何にせよ、生きているんだから楽しむべきですし、いろいろうまいことをやっていくべきですし、すごい複雑な気持ちになったりするのっていうのも、自分が学ぶべきことがそこにあるから、心の違和感センサーが働いて、いろんなこう複雑な状況になったりとかあるんですけど、なんかね、もっと皆様の気が楽になっていったらいいなとは思うんですけれども、そうだな、はい。そう、みんな自分自身をもっとね、愛していただいて、いたわっていただいて、自分は、大変な人間なんですではなくて、それを乗り越えれる、力の持っている、素晴らしい自分自身なのだっていう風な、感じで、受け止めていただく、受け入れていただければ、本当に、素敵な人生になっていきますし、あなた自身が、そう、満足していけるっていう感じですね。ね、なんか魂的な話をすると壮大な感じになってしまうかなと思ったんですけど、全然そんなことなくて、みんな頑張れっていう感じのね、はい、リーディングだったと思います。はい、そんな感じで、皆さん幸せに、楽しく、愉快に、ウキウキ頑張ってください。今までの苦労っていうのは、これからの幸せのためにあったので、今そこでね、それにフォーカスしてしまうと、もうそれが結果、結末になって終わってしまうわけなんですよね。それで終わらせたくないなって思っている方、あなたであるのであれば、もっともっと、幸せの方にフォーカス、あなたが望む方に、進んでいく努力を、勇気を持つようにしてください。では、最後に鳴らします。ではありがとうございます。